大布六6月から1940年9月23日は、明治から昭和時代前期の電気工学者、通信技術者、微中に生まれる。1881年後部、大学校電気工学科を卒業し、同年後部大学校教官となる。同校助教授、東京電信学校長兼幹事、停心省電務局電気試験所所代所長、停心技師、 電気試験所所長を経て、1899年、東京帝国大学工科大学教授となる。その後、早稲田大学教授、早稲田大学工科長を経て1920年早稲田大学理工学部学部長となる。その間、1893年12月、低新省電務局電気試験所所長を務めていた際、電気事業調査のため欧米各国へ派遣され、 大西洋横断海底電信線敷設事業に参加した。1895年帰国すると、東京宿改政委員会の食託を受け、電気事業取締り規則を編成した。その後、大隅台湾間の海底電信線敷設の設計、及び工事に携わり、1897年、竣工した。また、1903年には、 自身が開発した通信機で長崎台湾間の通信に成功した。他万国電機単本位国際会議学術委員、万国電機工芸委員会日本委員会長、電気学会会長などを務めた。君に等水報賞受賞。ありがとうございます。